5000人記念マットレスをね、金色にしました。王様のベッドになりましたね。こんにちは、こんばんは、ボナールチャンネルのマサです。やれーボナー、ボナー5000人来ましたー。よっ、あざっす、あざっす。何か5000人記念企画をやりたいと。そうっすね、5000人ポチってくれたわけだから、そうそうポチんないからね、俺は。俺もそうそうポチんないわ。それをね、5000人がその勇気を一歩出してくれたという。ありがとうございます。1万人でオフ会ってのずっと言ってて、ここでやっちゃダセーなと。まあそうなんだよね、曲げると。なんかないかなと思って動画プルルルって見てたら、質問コーナー全然やってなくねっていう。でも俺のこと全部さらけ出しちゃったから、やる必要ないなと。で、どうしようかと聞いてないっす聞いてないっす。はい、ということでね、はい、質問コーナーやります。イエーイ。せっかくなんでピー音なしでいきましょう。ギリギリ質問コーナー、いやー来ました、モナーにも。ついにピー音なし、際どい質問 OK。 俺は結構キワキワを攻めたい。まあ俺も全然いい、普通の質問でも全然 OK。 でもさ、普通の質問ってさ、そのうちまとめに乗るじゃん。うん、どこどこ大学とか、うん、そんなのどうでもいいと思う。はい、だから初めて見たね、 YouTube のチャンネル、この二人どういうきっかけなんだろう、思わないでしょと。どんぐらいこの二人変態なんだろう。いやお前それ言ったらもうその質問しか集まんなくなるよ。マサさんどれぐらい変態なんですか。120です。ははは、ずるずるいわ。この変態度指数120。ずるいわ。なんでもありですけど、じゃあピー音はなしでいいよっていう質問コーナーです。楽しみじゃないですか、皆さんも。期限は今5月27日でしょ。5月27日です。その次の日曜日かな、6月3日です。3日のだから23時59。それでいきましょう。で、 YouTube のコメント欄この動画にしてください。 OK です。あと Twitter もハッシュタグボナールギリギリ質問でいきたいと思います。ギリギリはカタカナでお願いします。はい、ツイートで質問する場合は、1ツイート1質問にしてください。3つある人は3個に分けてとか。コメントもそれでお願いしたいから。そうだね、コメントもできればそれでお願いします。はい、あと第1回、第2回のを見てから質問してください。そうだね、同じ質問はなるべく答えない、うん、まあ変わってたらするけど、うん、じゃあたくさん質問お願いします。おいしょーす。ということでね、5000人記念質問コーナーの告知動画でした。5000人に見られるってやだな、やばいな。5000人だとしても立教大学の一学年だから、うん、どんな学長ですか僕は。やめるか。やめようぜぜひね、たくさんの質問待ってます。お願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってます。おいしょーす。たくさんの質問お待ちしております。すごいな、想定は。